このエピソードは実いかがされましたか？もしや我々の不手際でオーダーされた料理が届かないといったことが。そうじゃないの、料理じゃなくて待ち合わせてる相手が来なくってさ。さようでございましたか。ところでその待ち合わせのお相手、グリットレイ様ですか？違うよ、グリットレイちゃんとはもう会ってて、今は入り口のところから私の写真を撮ってるところ。うん、グリットレイ様ではない。となるとサンディエゴ様。あ、そうだよ、どこかで見かけた。はい、反対側のお席にいらっしゃいました。それでさ、実はそのゲームの世界大会1位のプレイヤーサンディエゴっていうのは私なんだよね。なんだって？いつの間にそんなスコアを。もう暇さえあればログインしてバトってるから、君たちもフレンドになってあげてもいいよ。あー、上から目線なの。でもフレンドジュリのボーナスが欲しいの。はい、 ID ダフィーの。もう何してるのここで。何って、サラッチを待ってたんだよ。どういうこと？ちゃんと指定通り東2番の席で待ってたのに。それは建物側の都合だよ。さっき電話した時の私が向いてた方向を基準にして東2番だからここだね。そこは西2番。リアルタイムで変わる基準で話さないで。サラッチってば、30分以上もあっちで座ってたよね。気づいているなら声をかけようよ。あっちはいつこっちに気づくかなって。もう、ところで2人は？たまたま会ったから話し込んでただけなの。サラトガと会う予定だったとはラビーたちは知らなかった。まあそうだろうね。それじゃあサラトガちゃんはこれからサンディエゴとお話があるから。ゆっくりなの。ラフィー、行こう。うん、それじゃ。さてと、ようやく会えて嬉しいよ。もう、先輩アイドルとして話し始める前から不安がマックスだよ。サラッチの方が心配してどうすんの。苦労は私が勝手にすればいいんだから。まあ避けられるトラブルはいっぱいあるからね。いたずら仕掛けてトラブル起こしがちな私が言うことじゃないかもだけど、私はトラブルなどに動じない。どちらかといえば作る側だしね、お互い。じゃあまずは聞こう。記念すべきファーストライブ問題なく終わった？もちろん、全然もう何にも心配なんかなかった。聞いて安心したよ。私以外のスタッフがスーパー優秀だから。サンディエゴも優秀であってほしいけど。表してくるサラッチ、私はね、所詮歌うことしかブレインがない女なんだよ。うーん、かっこよく言ってるつもりなんだろうけど、ノーがないじゃなくてノーの方だからね。それを言い換えるならスキルがないだよ。そんな難しい話はわからないな。だろうね。まあライブが成功したんなら私が取り立てて心配することもないかもね。サンディエゴの歌、歌詞も曲もすっごく勇気づけられるから好きだな。私にはなかなか同じ歌は作れないと思う。いやー、照れちゃうな。そんなに褒めても今日の食事はバリカンだかんね。いいよそれで。ああそうそう、ファーストライブは成功だったみたいだけど、
これから宣伝はもっとちゃんとやった方がいいよ。宣伝？そう、それもスタッフの人がやっててくれるのかもしれないけど、ファーストライブ以降はファンの人もだんだん気持ちが移り気味になっていくから引き止めないと。そのためには。セラッチ、私もバカじゃないんだよ。ああ、うん、すでに公式ブログを開設しているのだ。やることやってたんだね。もう告知してくれれば見に行くのに。え、告知がいるの？ブログって宣伝用だよ。そういうものだよ。宣伝しないとファンの人もたどり着けないでしょ。嘘、宣伝の宣伝がいるんだ。なんて奥深いんだよ。サラッチ、震えちまうよ。悪いけどこれくらいは常識かな。いいの、常識外れのサウンド、それがサンディエゴバンドの持ち味だからね。常識のないバンドって言われないようにね。あ、そうだ、ブログにはどんなこと書いてるの？うん、日記。あ、王道だね。何日分くらい記事書いたの？2日分。少ないな。ああ、そうか、まだブログ自体が開設して2日とかなんでしょ。1ヶ月は経ったんじゃない？少ないよ。いや、ねえ、初日はすっごくすっごく頑張ったの。でもそこで燃え尽きちゃって、2日目にして飯うまい、背中かゆいくらいしか書くことがなくなっちゃって。超びっくり。サンディエゴ、私もびっくりだよ。三日坊主にすら届いてないし、言っちゃなんだけどゾンビになりかけの人でももうちょっとは続いてるからね。あー、ゾンビに負けたか。でもいいの、他の宣伝もやってるんだよ。なんだ、そうなんだね。それは早く言ってよ。駅前でティッシュ配りとかしてるし。あ、地味ながら効果的だよ。直接手渡しすることで即ファンになってくれる人が万に一人はいるかもしれないし、もちろんティッシュに次回のライブの案内とか宣伝のチラシを挟んでるんだよね。え、何それ、面白そう。してないの？いや、とりあえず配ってこいってバイト先の店長さんから頼まれた分を消化してるだけだから。それただのアルバイトだよ。バンドじゃなくてお店の宣伝になってるよ。バカな。というかサラッチ、さっきから口調変わってない？サンディエゴがこんな様子じゃ変わったりもするよ。ああ、サンディエゴ、ちょっと電話していい？いいよ。どうも。ああ、もしもし、グリッタレーちゃん？ちょっとコメットちゃんたちとフューンちゃんを呼んでもらっていいかな？ああ、うちじゃなくてサンディエゴのとこだよ。わかった。はい、切るね。何？何が起きちゃうの？サンディエゴのことが不安だから、アイドルとして指導してくれる子を何人か紹介してあげるよ。気持ちは嬉しいけど。何？ライバルの施しは受けないよ、とか？いや、私のどこにそんな不安になる要素があるのかって。むしろ今私はその感情しかないよ。というか今こそ確信したよ。サラッチ、目が怖い。さーて、この話はここまでにしてね。料理取ってこよ。注文。そうだよ、何も食べてないじゃん。まずは2人の胃袋を盛り上げよう。